立憲民主党枝野幸男にバカすぎと批判さと PCR 検査で、昨日立憲民主党の枝野幸男さんが動画の中でこのような発言をしてしまいました。私自身もこの間、自分たち自身が感染を広げることになってはいけないということで、私や幹事長、政調会長など、 党の仕事で全国各地に伺うにあたって PCR 検査を自費で民間で受けさせていただくという対応を取らせていただきました。昨日感染していないという PCR 検査の結果が出ましたので、ある意味で安心して、この週末も滋賀、兵庫、そして沖縄と回らせていただくつもりです。このようになっておりまして、蓮舫さんによれば立憲民主党の幹部が 地方を訪問する前に PCR 検査を義務付けたとされておりますが、この立憲民主党の対応について、バカすぎると、バカの極みだと批判が殺到しております。まずこういった PCR 検査、医師の診断も受けずに民間の検査を受けても、検査の制度が保障されません。何度も何度も検査を受け続けた場合、 偽陽性性になる可能性が高ま,りま,すまた、検査をしても、検査を受けた時点で感染しているかどうかがある程度分かるだけであり、何も安心はできませんし、検査を受けた直後に感染する可能性もございます。ですので、基本的に感染症対策を行う必要がございますが、先日、空港の検疫において PCR 検査を受けて、 陰性証明書を持っていた20人ほどが集団感染していることが確認されております。ですので、こういった安心のための PCR 検査は全く意味がないことが既に証明されております。また、なぜですね、地方に行くときだけ検査を受けるんでしょうか。先日、立憲民主党の議員が感染していることが、 確認されておりますが、当然ですね、首都圏で活動する場合も、誰かに感染させるリスクがありますので、立憲民主党が安心のために検査をするんだというのであれば、もう毎日毎日、検査をするしかなくなるんじゃないでしょうか。また、立憲民主党は、GoTo をやめろと感染拡大の原因となっていると主張しておりますので、その理屈であれば、 立憲民主党がですね、まずはこういった不要不急の地方への遊説をやめた方がいいんじゃないでしょうか。この立憲民主党、今年ですね、新型コロナウイルスの感染が拡大して、もう一年近くになりつつありますが、未だに枝野代表すら、 立憲民主党の代表すら、こういった感染症対策の基本すらですね、理解できていないということが明らかになってしまいました。ぜひとも立憲民主党には、日本政府や本物の専門家の方に感染症対策とは何たるかをしっかりと教えていただいて、国民の 見本となれるような感染症対策を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。